中共の専門家、テキ・トウショウ氏のスピーチを撮影した動画がインターネットで話題になっています。彼はスピーチの中で中共が数十年にわたりウォールストリートを利用してアメリカを打ち負かしてきたが、2016年からはトランプを打ち負かすことができなくなったことを実例を挙げて説明しました。テキ・トウショウ氏は中共とジョー・バイデンの息子のハンター・バイデンとの間に ビジネス関係があることにも触れ、バイデンに対し善意を見せることも戦略的かつ政治的価値があるのだと話しています。11月28日、中国人民大学国際関係学院の副委員長で、中京対外戦略研究センター副主任兼事務局長、国際通貨研究所研究員の 铁道省氏が上海のカビデオのライブ放送で講演を行いました。特朗普政府跟我们打贸易战，那么我们为什么搞不定特朗普政府？啊，为什么以前一九九二年到二零一六年之间，中美之间各种问题都能搞得定？是不是？大家发现没有？所有的危机，不管是银河号事件，还是炸大使馆，还是撞了飞机，所有事情全部是床头吵架床尾和，两个月之内搞定。 什么原因？啊，这儿我抛出一个，可能又要是暴论了，就是因为咱们上边有人，啊，<laughs> 就是我们在美国的全市核心圈儿啊，我们有我们的老朋友，大家明白我意思吧？中共の専門家がどうやって中共がアメリカの権力の中心に浸透したのかを公に語ることは極めて稀です。この動画は瞬く間にネットユーザーによって拡散されました。 しかし、ネットユーザーはすぐにこの中のユダヤ人の老婆の話が削除されていることに気づきました。ネットユーザーが保存した動画によると、敵当小氏は2015年に習近平の訪米前に、中共のある部門がアメリカの著名な書店、ポリテクスプローズの習近平が語る政治、英語版の出版発表会で桜を使って場を盛り上げ、 敵東小氏にホスト兼ゲストを依頼しようと計画していたことも明かしました。しかしこれは臨時に決定され、スケジュールはかなり以前に決まっていた上、書店オーナーが中共に対し独自の意見を持っていて協力を望みませんでした。この時、ユダヤ人の老婦人が速やかに中共を支援し、敵東小氏もこの功労者に会うことができました。あ 大鼻子老太太是吧？一看就犹太人。然后我很惊讶，我说：“哎呀，您这个中文讲的比我还棒啊！我永远改不了我的江苏口音，您这个一点口音都没有啊，是吧？”老太太听我夸她口音好，啊，得意了。我告诉你啊，我不但会讲中文，我还有中国国籍，我不但有中国国籍，我还有北京市户口，啊，长 <laughs> 安街边上东城区有套四合院啊。等你回了北京过来喝茶是吧？这个这一年你在这儿有啥事儿，记得找我。 意思嘛，这条我照着住啊。老太太身份是什么？就刚才我们讲到的，全球华尔街金某著名金融机构顶级金融机构的亚洲区的总裁。その一方で、適当少子は2008年以降、ウォールストリートの地位は低下し。 より重要なことは2016年以降、ウォールストリートはトランプを打ち負かすことができなくなったともストレートに語っています。これらの古い友人は貿易戦争で中国への支援を試みたが、力が及んでいません。その後彼はすぐに話題を変えました。政治精英啊这个建制派 他们跟华尔街的关系是非常密切的，所以大家看到吧，拜登的儿子被特朗普说你在全球有什么基金公司？发现没有，谁帮他建的基金公司啊？明白吗？这里边都有买卖啊。他这话说的，啊，大家都知道，言外之意是谁给的钱呢？那我想不言自明了，自然是中共给的钱。他是自己说走了嘴，把中共在西方世界畅通无阻的这个金元外交。 敵当省氏は、ハンター・バイデン氏のハードディスクゲートスキャンダルの話を避けたかっただけでなく、中共が適切な手段によって、いわゆる善意を示すのは、戦術的価値と政治的価値があるからだとも述べています。 拜登家族可能这跟中国关系更加密切，可是呢，现在这个问题是变成那个美国民众啊，或者是这个共和党非常关注的议题啊，所以不见得啊，政商关系的经营呢，会像过去那样啊，得心应手啊，如鱼得水的啊。我觉得那个时代已经过去了。如果今天中共啊还有人呢啊,啊，认为用传统的一些做法哈，呃，还是可以纵横国际之间呢，我觉得那个就错估了啊，今后的国际的形势。 この日のフォーラムに参加した他の中京専門家の誰一人として、敵東証氏の見解に異を唱えませんでした。NTD ジャパンがお伝えしました。